もしも俺たちの小説が有名になってさ、なんか映画とかになっちゃったりしてさ、その映画が面白いかつまんないかは別にして、見てる人が隣で泣いてたりしたらさ、俺それ見て泣いちゃうよ。ありがとう、クランクアップでーす。じゃあ段取りいきます。はい、クソみたいな俺の刺激的な呪い、はい、クソしげのクラッピング、おはようございます。いい衣装ですよね。ありがとうございます。すごい呪い感ありますよ。呪い感、やっぱ撮影とは楽しいですね。はい、着きました。あ、いい感じですね。逆の目だとどんな感じですか。あー、こっちがいいかな。いいですね、良さそうです。大丈夫です。はい、うるせえから音楽消せよ。それ嘘だよ。大丈夫か、おさらわれてるけど。何、いや余韻鳴らしたんだけど。何？初めてだよ、こんなに付き合って私に付き合ってくれる人。多分お客さんが一番びっくりするのは、私結婚しないよ、はいって言われて、こんなに頑張ってくれちゃって、うん、なんかその僕たちはめっちゃ怒られるかもしれないっていうのは、あ、だそれでも切れんじゃねえかなっていうのが、はい、あ、でもそういうのがちょっと あった方がいい、はい、もうちょっと強くあった方がいい、はい。無事に終了しました。ありがとうございました。ありがとうございました。そうやりましたね。また明日よろしくお願いします。じゃあ、はい、ありがとうございます。久しぶりになんか見れた。生帰れる人になったんですよ。そんな些細なことで交通事故で帰らぬ人になってしまったんですよ。すごいなしだよというのは、こっちとかにかけても、ああもう言っちゃって、はい、こういう感じ。そうそう、もう全員聞いてよみたいな感じになっちゃったら、ちょっとなんかそのチラチラ、こういう感じか。こうってよりは、そういう感じがいいと思う。こう喋ってる。はい。いや別に酔っ払ってるわけじゃないよ。カメラ当ててよってなっちゃうから。酔っ払ってると思ってるわけじゃないんですよ。ほら、ああお客さんに。なんかまあ見てる人がどういう感情になればいいのみたいな気持ちにはちょっとなりたいです。なんかもうずっと面白い人だと思ったらあれ暗い曲持ったらどっちなのっていう。もうスカシさんの楽曲ってもう本当メッセージ性強いんで、今日プレッシャーが強ちょっと強くなるで、毎回ちょっとこの動画回ってる中で言うのもあれなんですけど、もうちょい早めに言ってくださ い, 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 いつも大体1ヶ月切ってるから。毎回1ヶ月ないの。1ヶ月ないよ。でしかも電話するときに毎回1ヶ月切ってるから、毎回私もっとごめん全然時間ないんだ。いや、今日ですよね。今回もですよね。知ってます。すいません、すいません。そうなんですよ。でもちょっとあのメッセージ強めのやつを作ろうと思ってるから、はい、そうなんです。ありがとうございます。お願いします。トシミス君と一緒に。そうですね、そうですね。なんか新しい楽しみ。ありがとうございます。はい、ぜひぜひ。もう見た後の人が見るやつ。これ見た後の人が見るやつ。ああ、いやなんか、あの僕今回のやつ、台本最初もらって読んで、はい、めっちゃジメジメしてて俺好きだなと。ああ、ありがとうございます。ジメジメして暗い感じで好きだなと。ありがとうございます。ただ僕は好きなやつって大体流行ってないやつなんですよ。だからこう、どうなんだろう。いや実は俺もそう思ってる。ちょっと暗すぎるかなと思って。いやでも暗いの好きなんだけど、もう暗いから。でもまあ俺が好きなやつは大体ね、そんなに流行ってないから。初めて書いた感じなんですけど、いいなと思って。はい、でもちょっと暗い
暗いから、あと裸じゃないですか。ああ、それも18禁にもなったりして、その全然見られなくなる。いや、それ確定？いや、分かんないです。はい、でもなんかまず広告はつかないんじゃないかなとか結構冒険します、いろいろ。それをだってちょっとシーン変えれば、その裸にできなくもできるじゃないですか。そうそれなんでこう裸にするんですか。いや、なんかそのパンツ一丁だと守りに入ってるの、はい、守り入りたくないなと。で、今回なんかそのあのジメジメした感じが、そのちょっとアングラな感じじゃないですか、はい、アングラっぽいこといいなって思って。そうなんですね、そのアングラな感じがやっぱりその裸じゃないと表現できない。ああ、そういう意味で繋がってる。そう塗ってる人もいるしね。そう塗ってる人も全然。まあ確かにアングラ演劇の芝居に出たんだと思ったら、あ、なんかそういう感じだ。ああでもそう、ね、ちょっとでもそういう感じですよね。こんな感じのテイストが面白いと思います。ありがとうございます。じゃあ引き続き頑張ります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。で、ありがとうございます。そしたら場所決めるんで、リリカに伝えてもらっていいですか。自分で言いないよ。いや、連絡先知らないんですよはい、ああ、いや、いい感じですね。なんか、はい、そのまあちょっと本当に偏見なのかもしれないんだけど、うん、やっぱ東海オンエアの人が来るってことは、うん、まあセリフ覚えてきてって言っても、うん、まあ覚えてこないだろうなって思ってたんだけど、適当集団だと思われたことない、うん、まあまさかこんなに入れてきてくれると思わなかったからほぼほぼ完璧。ちょっといい感じですね。嬉しいですね。ありがたい。嬉しいです。いい感じ。また上手だったね。あ、面白いシーンになりそう。うん、そしてマリンさんがそこに。あ、おはようございます。よろしくお願いします。マリンさん、トシミツ君のことをみんなで褒めてた時、一人ずっとセリフの練習してた。いや、俺それ気づいてた。あそこから緊張感すごいな。なんかピリピリしたの。いや、だってすごい。お上手という言い方とかあれですけど、すごい、トシミツさん、すごいですね。いや、とんでもないです。いや、牽制し合って。今日はね、めっちゃ楽しみな撮影で、はい、昨日はほら、ずっとケンちゃんの全裸見なきゃいけない撮影で、おい楽しくはないからそしたら、場所決めるんで、リリカに伝えてもらっていいですか。うん、自分でいいね。いや、連絡先知らないんですよお前、それでよくエッチできたな。じゃあ回していきます。オープン、よーい、スタート。先輩、好きって感情に社内もクソもないっすよ。これ何なんですか。新谷くんにマジな話がある。でもここで話せばよくないですか。二人今日来てくれたんですけど2人ともすごく台本覚えてくれてたんで、ちょっと読み合わせをしようって。ああ、すごいですね。スッと、あいつは稽古してるいや、やる気あるんですよ、なんかすげえやる気ある2人だ。まあ、こっちも嬉しいです。なんでってのに、やりまんやからやん。私はやりまんやな。いいかいいかも。もうなんかミュージカルの人たち練習しすぎじゃない練習しすぎじゃない。いやいや、素晴らしいでしょ。舞台やるわけじゃないんだからさお前のことが好きだ。劇団立ち上げようとしてるよね。うん、3人で多分なんか立ち上げようとしてるんだと思う。出会ってないのヨース先輩だけやから。ヨース先輩出会ったらこのバイトもう辞めるから。え、またさっきのあたしやりまんやねん。私、洋介先輩のお願いで海に来たんやから、あたしのお願い聞いてくださいね。洋介先輩のお願いで海に来たんやから、あたしのお願い聞いてくださいね。怖い本番よーい。はい、また46番いいか。順番逆になってごめん。俺お前のことが好きだ。付き合ってくれ。私はたくさんの男性と経験して誰も到達したことのない景色が見たいの。ヤリマウンテンの頂上に登りたいの。先輩のお願いを受けに来たんだから私のお願い聞いてください。おい
深夜ありがとう。なんさけねえよ。ということはマリンさんは上がりです。ありがとうございます。ありがとうございました。よくドラマでありやすい。すごい面白かった。面白かったっすね。出来上がりだけなんか稽古で結構でかい声でやりまん言ってたから、うん、俺上の方でさいろんなちょっとロケ地見てたらさなんかやりまん言ってる人がいるなっていうのをみんな見てる人いっぱいいた。あ、ほんまだからなんかあじゃあもうお台場で有名のやりまんになったんですね。ちょっと知名度上がりますね。今回やっぱやりまんの役だから、うん、ちょっと誘うのもなんか会ったこともなかったし、そうそう、なんか気まずくない？そうそう、しかも結婚してらっしゃるから、そう。いやでも役ですからね。そう役だから。リリカという人物ですから。全然楽しかったし。あのこういう経験本当に久しぶりで、なのですごく楽しかった。全然グタグタでごめんなさい。いや本当良かったっすよ。ありがとうございました。またよろしくお願いします。はい。でその後同じ人とやりまくるとダメですかねは結構熱い方がいい。はい。一気に熱くなって、でなんか1日10回ってお前死んじゃうよって言われたら。すげえ辛そうにマジ死んじゃうかもしれないけどなんか戦争に行く人みたいな感じ。大丈夫です。大丈夫です。やっぱり俺まだ好きなのかもしれないです。そうだよ、そんなすぐ嫌いになれないよ。そうっすね。そうだよ、やっぱ好きっす。大好きです。愛してます。としみつくんが、なんとアップになりました。ありがとうござい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 ました。いや、あのね、ほんとうまかった、ね、本気上手だった。あの、こうしてほしいとかああしてほしいが結構対応できてる、うん、ああ、なんかそうすごい、すごかった。みんなポテンシャル高いね。高いね。今回のポテンシャル高い、ね、あっという間に終わっちゃったんで、なんかいやでも元々もし、はい、お暇があればなんか違う感じの役もなんか全然やれ、喧嘩とかしてみたいです。おー、確かにね、喧嘩とか全然やれそう。あ、ちょっと面白かった。楽しかった。なんかいやでもあとなんか今日メンバーも良かった。なんかマリリンさんも、ね、稽古好きそうだし、とじみつくんも稽古好きそうだったから練習しましょう、練習しましょうって。でも間違いなく今まで出てくれた YouTuber さんの中で一番真面目だったよね。真面目な回、本当に真面目な回だから普通にみんな本当になんかちょっと何かを作ろうよって感じが、劇団っぽい、劇団っぽかった。劇団っぽかしかも途中の普通の会話からいきなりセリフ入ってました。あ、始まったそれね、多分劇団あるある。なんかさっきも聞いてあるあるなんですね。これそこもなんかちょっと新鮮で、なんかちょっとね、ちょっと新鮮な、ね、気持ちでやられたからよかった。よかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。またお願いします。またよろしくお願いします。あとね、主題歌もラベシと一緒に。あ、そうだ。楽しみにしてます。現在です。制作中。なんかもうラベシ来た時ちょっとピリピリして。僕まだ聞いてないんで。お願いします。ありがとうございました。お願いします。お疲れ様でした。よいしょ。はい、よーい、スタート。あー、気がつけばまた気がのぼれた。新しいからすげー綺麗だよ。はい、行きます。結構面白い。
いや受けたんだろうなこいつっていう。物理的に受けてない。開けてられない。じゃあいきますか。はい、いきます。本番本番、本番よーいスタート。いや途中乾杯する。なんだよ途中乾杯。乾杯。自分が書いたやつ。もしも誰かの人生を救うことができたら、世の全員が救われるような奇跡が起きるなら、俺は死んだって言う。クランクアップでーす。今回の作品はやっぱりその、まあ、ジョークの前っていうのもあって、なんかジョークって結構そのなんかその起承転結が結構面白い感じである、びっくりが結構あるストーリーなんで、まあ、今回もちょっとびっくりある話作んなきゃちょっとダメだなとっていうので、どんなの作ろうかな、なんで俺なんで呪いが出る話って書こうと思ったかちょっと思い出せないんですけど、ゴールだから、ね、その呪いの存在がずっと俺を悩ましてた。呪いを出そうと思ってから、はいはいはい、ずっと呪いって何って、うん、なんかその苦しんだ先にあるなんか孤独みたいなものの共有、共有、まあ陽ちゃんのセリフに、うん、そのもう俺は死んでしまうと、うん、あれをよく思ってるの最近。うん、俺もそろそろ死ぬなとアイディアの面とかでそうずっと思ってたんだけど、まあ、この作品書き終えて、あまだ大丈夫かもなっていうふうに思える作品になれた。そのでも小説家の話っていうのはもろにその僕も脚本書くんでもろにつながる部分があるんですよ、うん、だからその小説家の人ってもうものすごい尊敬の念を持って、うん、持ってるんだけど、なんかそこの部分がジョークはつながってくるんで、だジョークとこのクソシゲ、これねまたねちょっと違ったテイストの2本になってると思うな。同じ読んでいて全然違うものだから、ぜひ見てほしい。両方ともジョークを見に来てほしい。ちょっと進化させようと思ってるのまただから、うん、このクソシゲを経て、うん、ジョークがどう進化するのかなって俺も楽しみ今は、うん、作品を作る葛藤とその人物たちが持つ別の葛藤の話になってくる、うん、だそうなった時にやっぱり今でもさ、今でもそうだけどやっぱりその30代の私たちが一体何ができるのかというのをちょっと見に来てほしい。ぜひ。なるほど。絶対進化させるからジョークを。みたいな話だよ。俺の刺激的な呪いメイキングを見ていただいて本当にありがとうございます。このクソみたいな俺の刺激的な呪いの数年後のお話がこの舞台版のジョークにつながっていくんですが、その舞台版ジョークを見に来てくれたあなたへビッグニュースが3つあります。まず1、ちょっと待った、実はね特報を今から伝える前に今まさに緊急
それをお伝えさせていただきたいと思います。舞台ジョークを見に来たらクソみたいな俺の刺激的な呪いのサウンドトラックを買うことができました。発売決定でーす。としみつくんとラベシが作った届けを含む呪いの音楽含みのサウンドトラックになってますんで、それをね、もしね、あのよかったらね、CD で買うことができます。あのぜひね、あのそちらの方をゲットしてください。そしてもっと驚くその情報を今から言うんで、心の方のね、水面を穏やかにさせてください。いきますよ。舞台ジョークの終演後にラベシが届けを歌ってくれることになりました。この日程で、この日程で歌ってくれることになります。そしてさらにスペシャルで12日はとしみつくんを含む届けをラベシととしみつくんで12日は歌ってくれます。やったー、すごくない？未だにどこでも歌ってないから、ね、そりゃそうでしょ。でしょで、ここで歌うことになる。ここ12日舞台上で歌うことになるから、もしね、興味のある方はあのぜひ12日の方にもね、あの舞台足を何度運んでも絶対面白いから、何度運んでも面白い。それが我々の舞台。超つまんなそうだからやめて。そしてさらにスペシャルプッキーニュース。おでこが重なるぐらいのこの名曲流星を7月16日にジンクが歌ってくれることになりました。はい、16日の舞台の終演後にね、流星の音、皆さんマジかよ、聞き惚れましょう。あ、聞き惚れましょう。楽しみ増えた。ただジンクはあの返信にめっちゃ緊張します。いや言うなよ今言っちゃったじゃないですか。はい、ぜひね、見に来てください。はい、それでは緊急速報でした。まずいけー、終演後に僕ら大人の男性、うん、平均年齢60歳以上の4人と終演後に握手できる機会を設けました。まあね、だから60歳以上の男性が好きなあの皆様は、はい、ぜひね、握手しに来てください。光る僕らの汗と涙と鼻水がここに混ざったものをハンドハンドでグッグッグッ特報2非売品のオリジナルステッカーをプレゼント。なんとですね、ご来場者の皆様1人につき1枚プレゼントさせていただきます。ステージごとにデザインが変わっておりますので、ステッカープレゼントスケジュールの方をですね、ご覧くださいませ。なんとですね、全5種類集めるとキラステッカーの方をもらえるようになっております。うわーキラ欲しい。俺ビックリマンが1枚キラー欲しかった。なんで俺に伝えたの。特報さーん、グッズ情報。皆さんね、うすうす気づいてると思います。うすうす、何よ、クソみたいな俺の刺激的な呪いのオリジナル T シャツ。こちらの方はですね、大丈夫かな。こちらのグッズに関してのみ、劇場だけじゃなくネットでも販売しますのでね、詳細情報は詳細欄、またはもしかしたらここにテキストも出てるかなんていうふうに思っております。まだサンプルというかね、プロトタイプなの。もうちょっとクオリティが上がると、クオリティが上がる、色ももう一色作ろうと思ったので、楽しみにしていただきたい。これ背中にもこれ反対があるので、こちらの方楽しみにしていただきたいなと思っております。そして皆さんお待たせしました、舞台ジョークのグッズでーす。ジョーク T シャツ、これいいでしょう。もう爽やか、これはもうね、もうスカッシュスカッシュ、全員も僕らも含めてみんなで来て夏を過ごしていきたい。すごいね、こっちはパンクだけど、こっちはちょっとね、モードな感じのね、キュートでしょ。そしてもう一個、なんと新商品をもう作ったことない。何何何何、クリアポーチ。生地選びからもう何センチからとかもう全部、全部オーダー、ね、全部フルオーダーよ。すごい、おー、ここに入れば全部プールに入ってるものみたいに見えるね。何言ってんだろ。これあんまうまくね、見えてないかもしれないんだけど、これね、取っ手だと思うじゃん。まあ、取っ手なんだけど、持ち手ね、キーホルダーをね、キーホルダー別で作って、ここまでじゃあオリジナルのグッズだってこと。白いところ、そう、ここはスカッシュって書いてあるの。すごい、だ言ったらこれ取り外して、うん、あの、他のキーホルダーとして使うこともできる。え、2つで1つの商品なの。2つで1つの商品、バランス的になんか欲しかったから。あー、そして次の劇団スカッシュの
オリジナルマフラータオルも販売しまーす。デザインを一新してね、こういう感じで。いいですわね。そして、はい、劇団スカッシュ、うん、なんとバスタオルを販売。バスタオル欲しかったの。これデザインもまたいいでしょ。あ、天パスタ。これでね、裸の女性がさ、バスタオルを巻いてくれんな、このタオルをと思うとさ、うん、興奮冷めやらないよな。そして、はい、なんとね、もう一個ね、最高に面白いものを作りました。面白い、はい、面白いもの、劇団スカッシュのですね、缶バッチくじというグッズを作りました。これは好き。これね、10種類あって、その何が当たるか分かんないっていう感じなんで、袋がね、中身が見えないようですね。その10種類の内訳としては、今まで YouTube と、ね、舞台をつないできた作品、まあ、ラブミーテンダリーから含めての全ての舞台の公演のロゴが入ったバッジが5種類、そして4人がオリジナルで描いたデザインが4種類、もう一個はスカッシュのマークが入ったバッジが1つ、全10種類となります。で、これさらにあるこの10種類のうちの1種類には、全部に4人直筆のサインを入れました。あ、すごい。ある10種類のうちの1種類にはね、まだ書いてないけど、まだ書いてない、これから書くから。え、勝手に書かれるの？俺たち書かなくても勝手に書かれる？書いてない、書いてない。それ偽物じゃん。はい、そういう感じでね、面白いようなね、ものも作ったんで、ぜひね、フルコンプリートしてくれたら嬉しいです。はい、どれが当たんのかなとかっていうのも楽しみだからなと思っております、はい。そして最後にですね、はい、ドラマシューティングスターの主題歌をね、はい、川口仁君が歌ってくれたんですけども、はい、その流星という歌、まさか劇場で限定販売させてください。なんで、ね、しかも、中田さんの作った、あのシューティングスターの音楽みたいなものも何曲かあって、すごい。あの曲も、そう、ね、そう、ドゥダ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 、そういうことになってるので、ミニサウンドトラックのような感じでね、楽しんでいただけたらなと思っております。で、この T シャツ以外の全ての、ね、グッズは、劇場に舞台を見に来てくれた方のみが買えるものとなっておりますので、はいはいはい、もうぜひとも見に来てほしいという、そういう気持ちでたくさん頑張りましたんでね、ぜひ舞台の方見に来ていただけたらなと思っております。はいはい、じゃあ何時に買えるのというところですけれども、はい、見に来ていただく日にちの受付開始から開演まで、はい、そして終演後にグッズの方を買えるように考えておりますのでね、はい、ぜひゲットしていただけたらなと思っております。はい、物販担当から以上です。さよなら。チャンネルでね、いろいろ細かくできたら、もうこういう感じでサンプルができたらまたやりますんで、ぜひチェックしていただけたらなと思います。もう夏祭りですよ、僕らからしたら。間違いない。でね、あの一人で見に行くのが寂しいっていう方結構見受けられます、僕の目からは。もう結構見受けられるんですけど、大丈夫です、僕ら4人は絶対に劇場行くんでね。そうですね、絶対行くんで、だからもう一人じゃないんですよ、絶対僕ら4人はいるんで、一人で、そう、一人で行く人でも最低5人になる。なるほど。絶対に、そう、だからね、ぜひぜひ一人で行く方もぜひ見に来てください。あと当日券情報です。お、当日券が出るのかなって気になってるあなた、はい、ぜひね、僕のツイッター、大塚達也の、あのツイッターをね、チェックしていただいて、毎日当日券が出るか出ないかを、僕のツイッター上でこれもうフィックスするんで、俺のツイッター上にフィックスしておくんで、僕のツイッターをチェックしてください。そしてね、来てくださる皆様はね、みんなもう本当にすごく優しい方々ばっかりだと思うので、そうですね、本当に差し入れ一切いらないんですけれども、それでもどうしても持ってきてくれる方っていうのがいるんです。で、その持ってきてくれる方々はもう食べ物は本当に一切なしでお願いします。で、本当に何か買ってきたいなって思っている思いがある皆様は、本当にただ舞台に来てくれるだけでいいです。そうなんです。舞台に来てくれて、それでも何か思いがあるなって言ってる方は、思ってくれてる方はグッズの方が買ってくれれば、今回グッズいっぱい出てるんでね。そうなんですよ。グッズ買ってきてくれればもう本当にもう全て届くんで、メイキングの方も皆さん見たということで、もう一度本編の方を見に行きましょう。なんと違う楽しみがあるかもしれません。そうそうそう、ね、だからピコッと出た瞬間を捉えて、皆さんそっちの方ピコッと押してください。それでは行きますよ。クソみたいな俺の刺激的な呪い、本編スタート。さあ、ゲーム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 。なんで押さないの？こんな言ってもわかんない。わかんないって言ってね、こんな言ってもわかんない。
35億うわー